ANA から東京羽田空港行き794便ご利用のお客様にご案内いたします。東京羽田空港行き10時20分発 ANA794 便はプレミアムクラスの設定のある166名様乗りの飛行機からプレミアムクラスの設定のある405名様乗りの飛行機に機種変更となっております。そのため事前座席指定をお済ませいただいたお客様はお席が変更になっている場合がございます。保安検査場並びに改札機通過後新しい座席番号の用紙をお渡しいたしますので、そちらの席にお座りください。ご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。なお本日カウンター並びに自動チェックイン機にて搭乗手続きをお済ませいただいたお客様はお席の変更はございません。ご不明な点はお近くの ANA 係員までお尋ねください。ANA から東京行き794便をご利用のお客様にご案内いたします。東京行き10時20分発 ANA794 便はプレミアムクラスの設定のある166名乗りの飛行機からプレミアムクラスの設定のある405名乗りの飛行機に変更となっております。そのため事前座席指定をお済ませいただいたお客様はお席が変更になっている場合がございます。保安検査場並びに改札機通過後新しい座席番号の用紙をお渡しいたしますので、そちらの席にお帰りください。ご迷惑をおかけすることをお詫びいたします。なお本日カウンター並びに自動機にて搭乗手続きをお済ませいただいたお客様はお席の変更はございません。ご不明な点はお近くの ANA 係員までお知らせください。日本航空より大阪伊丹空港行きをご利用のお客様へこれより事前改札のご案内をいたします。私どものお手伝いを必要とされるお客様、2歳までの小さなお子様を連れのお客様、ご妊娠中のお客様、どうぞ一番搭乗口までお越しください。また本日こちらの便は改札口を通過後飛行機まで内に距離がございます。長距離の向こうにご不安なるお客様、どうぞこちらの事前改札をご利用ください。ダイヤモンド GCC プレミア、エメラルドサファイアクラブ、JAL グローバルクラブのステータス会のお客様、いつもご利用ありがとうございます。どうぞ一番搭乗口前方2カ所にご搭乗ください。続きまして日本航空大阪伊丹空港行きは飛行機内の混雑を避けますため、お座席番号は13番から19番、13番以降の後方のお座席にお座りのお客様からご案内いたします。どうぞ1番搭乗口前方2カ所にご搭乗ください。なお1番から12番のお座席をお持ちの前方座席にお座りのお客様、大変恐れ入りますが次のご案内まで今しばらくお待ちください。エンジンから大阪伊丹空港行き定刻9時35分発 IDX742 便 ANA3142 便をご利用のお客様にご案内いたします。当便はただいまご利用の皆様を機内へご案内中でございます。当便にて大阪伊丹空港行きご利用のお客様は2番搭乗口までお越しください。当便はまた4名様のご搭乗お待ちしております。出発便のご案内をいたします。大阪伊丹空港行き9時40分発2362便はこれより
よりご利用の皆様を一番搭乗口より飛行機内へとご案内いたします。大阪伊丹空港行き2362便をご利用のお客様、どうぞ一番搭乗口よりご搭乗ください。丁寧から東京駅ご利用のお客様にご案内いたします。丁寧東京駅時刻10時20分発794便はただいまより事前改札のご案内いたします。小さなお子様連れのお客様、妊娠中のお客様、お手伝いが必要なお客様は2番搭乗口からご搭乗ください。